このタイミングで動きがあるとは思いませんでした。スポーツ報知によりますと、浦和対岸の西大吾、札幌への復帰を目指し沖縄キャンプ参加と写真付きで報じております。実は昨日、杉浦コーチのインスタに投稿された写真に西大吾が写っていると札幌サポーターが見つけて少し話題にはなっていました。今朝の記事はそれを裏付ける形となりました。記事によりますと、本人からの申し出を受けてクラブ側が応じた形のようです。西本人の、僕の中ではもちろんここでやりたい思いはあるというコメントも添えられております。ただ竹林強化部長は、まずは練習を見てみないと何とも言えない、単に練習参加させたわけではない、プロもそうだし気持ちや練習している他の選手に対するリスペクトがあるかなどを含めこの期間に見ていきたいとコメントしており、現時点では獲得するしないは決まっておらず、このキャンプ期間中に見極める方針であるようです。西大吾は札幌ユース出身で、札幌トップチームでも活躍したまさに地元出身のスタープレーヤーです。復帰となると古くから応援しているサポーターはバンバン台で最高のサプライズとなるはずですが、近年はダーティーなイメージも見え隠れしております。先日女性週刊誌に女性トラブルが報じられました。この記事についての信憑性については何とも言い難い部分がありますので、当動画では取り上げません。仮に報じられた内容が事実だった場合、そのトラブルは解決しているのか、獲得にあたってスポンサーが納得するか、他の選手に悪影響を与えないかなどなど問題が生じることも予想されます。竹林強化部長が言及しているのはこのあたりの兼ね合いがあるようにも受け取れますが、現時点でははっきりしていない部分ですので、これ以上は何とも言い難いですね。それ以外にも単純にパフォーマンスとチームでの役割、それに対するコスト面で釣り合うかなどの側面もあります。単純にすぐ獲得とはならない材料が多い状況です。果たして今後どうなるのか推移を見守りたいところです。余談ですが、同じく今朝のスポーツウォッチに小林選手の記事がありまして、その中で今季 J1 に昇格した京都が獲得に乗り出していたと記載されておりました。古巣からの復帰要請を断り札幌に残留したことになります。主力選手がこのように残ってくれるのは本当に嬉しいですし、選手たちから選ばれるチームになったことは本当に進化を感じますね。本日は以上となります。よければチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。いつも通りまとめ画像も用意しておりますので、現状をまとめて確認したい方は概要欄よりご確認ください。ご視聴ありがとうございました。それではまた、ごきげんよう。